月のしずく氏、遅刻に関する謝罪会見を行います。月のしずく氏、どうぞ。皆様、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私の昨夜の失態について謝罪と釈明をさせていただきます。寝坊して配信時間が遅れるというやってはならないことをやってしまったわけですが、それには理由がありまして、マザー2のセーブデータをかなり古いもので上書きしてしまったのです。私は一生懸命元に戻そうと頑張ったんです。スイッチ握りしめて何時間もマザーをプレイしてたんです。そうして無事元の場所まで戻ってセーブできたんですけど、正直疲れちゃったんですよ。配信時間まで時間があったので、ちょっとだけ横になろうと思って、そしたら時間過ぎちゃってたんです。ごめんなちゃい、許してください。マロちゃんにも死ぬほど怒られました。マロちゃんごめんなちゃい。マロちゃんの好きなオムライス食べに行こうね。ああ、よかった、マロちゃんニコニコです。今後このようなこともないようにしますので、どうか応援よろしくお願いします。本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。以上で記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。